こんにちは、けだまです。今回のプリントは、これは日本史、世界史、私が両方で、あるタイミングで使っている補助プリントになりますね。だから、どちらにしても歴史を捉える上で重要な、特にね、日本史でも世界史でも重要な近現代史を理解する上で、その土台として非常に重要な、概念をしっかり言葉で押さえておこうというね、近代とはっていう、ね、補助プリントです。その近代とはを、こっちがだから近代になる前ですね、ビフォーですね、ビフォー。で、こっちがアフター、近代になった後という、このビフォー、アフターの形で、で、さらに、社会、政治、経済という3つの観点で、まあ、2、3が6のような形で、抑えていく。で、こうすると近代っていうのがどんなものかっていうのがね、しっかり抑えられるということです。さあ、早速、社会というのはいろんな広い意味があるけれども、まあ、とりあえずここでは人と人との関係みたいなことを考えればいいですね。5時のチャイムが鳴っております。人と人との関係、が身分制っていうのが近代以前の社会の特徴であると、書いてある。身分制って何ですかね。身分制、まあ、例えば、もちろん日本史だったら、いわゆる士農工商、江戸時代の、ね、ああいうのが身分制だし、それから、世界史だったらフランス革命前のアンシャンレジーム、ああいったものが身分制ですね。でも身分制って、で、今でもね、身分証明書なんて言ってね、使われる言葉でもあるけれども、はい、でも今、ああいうふうに使う広い意味の身分とはね、この身分は違います。身分の特徴って何でしょうと。まあ、言ってみれば、近代のアフターの社会ではもうなくなったことになっている身分制、ね、の特徴って何でしょう、ね、それをちゃんと理解しておくということです。どんな身分制がなくなったのか。例えば、近代以後の社会、まあ、これ資本主義全面的展開って書いてありますけれども、で、資本主義のものとでも資本家と労働者っていう人の区別はありますよね。で、あれはだからそういう意味で身分とは言わないわけです。で、あれは何て言うかっていうと、階級って言ったりしますよね、階級。で、あるいは階層なんていう言葉がより、広い意味で使われたりします。階級や階層っていう言葉と、ね、比べると、この身分ということの特徴は何でしょうと、ね、まあ、だから CF 階層とかね、書いておくといいと思いますが、ね、と、こんなふうにメモっておくといいです。身分というのは、生まれながらに政治的制度的に非支配と支配、支配と非支配の関係が生まれながらに政治的、制度的に決まってしまっている、ね、そういうものが身分です。で、生まれた時から武士、生まれた時から農民、ね、そしてもうこの武士と農民は生まれが違う、もう人としての格が違うよと、同じ人間としての存在ではないよというのが、まあ、しかし人為的にそういうものだよっていうふうに、ね、人が勝手に決めたんです。江戸幕府が決めたんです。それが身分ですよね。あるいはフランス革命前のね、フランスでそういうことになっている、人為的に決まっている、そういうものが身分です。そしてそういう身分と、ね、一体なのが特権です。その人としての格が違うのを、上の方に生まれた方は特権があるということです。封建的特権、ね、例えば日本史でもね、江戸時代の武士の特権とか言ってありますよね。名字、帯刀、切り捨て御免なんですね。切り捨て御免ですからね。最終的には、まあ、究極的にはですけど、ね、気に食わなければ百姓切っちゃってもいいっていう、もうこれ完全に人としての格が生まれながらに違いますよね。ね、それから、世界史でも中世出てきますよね。領主裁判権なんですね。まあ、気に食わなければ領主は脳人を、ね、お前死刑ですっていう裁判にかけちゃっていいということですから。ね、さらにはね、江戸時代の百姓はもう何の因果か、ね、武士に、藩に年貢を払わなきゃいけないですよね。で、それから世界史上でも、不益と効能なんつってね、なぜかただ働きをしたり、なぜかたくさん税をね、納め、地代をね、納めたり、あるいは教会にはなぜか10分の1税なんてものを納めなきゃいけない。なぜかって、だってそう決まってるんだもんね、人為的にそういうもんだってね、人として違うんだよ、生まれた瞬間っていうふうに決まっちゃってるって、そういうのが身分であり、ね、特権であると、ね、いうことです。いいでしょうか。ね、それが近代以降になると、そうじゃないよと。人はそんな差はないよ、平等だよ。で、それからいきなりね、切り捨てごめんなんつって殺されちゃったりしないよ、自由だよと。ね、というこの自由で平等である、ね、それが逆にも生まれながらにそうである、ね、っていうふうになった、その考え方が人権ですよね。人は人権を持った存在である、ね、って考えることにしたのが近代だということです。
ね、人として格が違うなんてことはないよ、逆に言えば特権がないよ、言い方変えれば差別がないよってな感じですね、これが近代の大原則だということです。人権自由平等の社会になったということです、ね、はい、次は政治です。近代以前の政治を、一般化した言葉が専制君主制という言葉で、まあ世界史の人は、どっかでは聞いたことあるんじゃないか、日本史の人もしかし覚えた方がいい、ね、専制っていう言葉ですよね。まずね、専制っていうのはまああれですね、要するに、その人が左といえば左、右といえば右、ね、最終決定権を、一人が持っている、それが専制、まあ、ニアリーイコール独裁っていう言葉と大体同じような意味です。ね、あるいは日本、あるいは例えば、日本史のね、源頼朝、頼朝様、鎌倉幕府はどっちへ行きましょうか、さあ頼朝様が最終的には決めてください、ね、その前に御家人たちの話し合いはあったとしても最終決定権は頼朝ですよね。それが一人がね決める、一人が決めるから独裁、ね、もしくは専制と言います。だから君主が、専制、最終決定権を持つのが専制君主制です、ね。君主というのは世界史的には皇帝、国王、ね、そういった存在、ね、であるいは、まあ中世の諸侯が小さい国の君主である場合もあるし、あるいはイスラーム世界の、カリフやスルタンなんてのも君主として、まあ、機能してますよね。あるいは日本史でも、まあ、基本的には君主は天皇、上皇ってことにはなってるけれども、まあ、事実上の君主として、で幕府の征夷大将軍もね、さっきの頼朝みたいな機能してますよね、ということです、ね、そういう君主がほいっと決めるっていうのが、専制君主制、まあ、それに対してここに絶対王政って書いてありますけれども、ね、絶対王政っていうのはだからそういう専制君主制の中で、近代になる一歩手前の時代の、まあ、主にヨーロッパですね、の特徴的ないろいろな特徴を持った専制君主制のことを絶対王政っていう、こっちの方が限定された、ね、言葉です。専制君主制は、それこそ日本史の人も分かるところで言えば中国の皇帝であるとかね、あれはもう何千年も歴史がありますよね。それから、あれが世界史で出てくるアケメネス朝の、ね、皇帝なんかも、まあ、専制君主っていうことができるので、まあ古今東西使える言葉です、ね、はい。それが、まあ、絶対王政も含め基本であった近代以前の状態、中世近世までの状態だったとすれば、近代の原則はそうではないよということです。専制君主制に対して君主はいてもそうではないよ、ね、専制ではないよっていうのが立憲君主制です。立憲、これはもちろん憲法ですね。憲法がある君主制、じゃあ憲法には何が書かれるかっていうと当たり前のことです。君主は専制君主じゃないよって書いてあるのが憲法です、ね。例えば今の日本だってね、天皇という君主はいるけれども、ね、天皇は専制君主ではなくて日本国の象徴だよって憲法に書いてある、そのような、ね、ものが憲法で、そういうものがある、ね、君主制が立憲君主制と、ね、今だったら、イギリスなんかも、ね、エリザベス女王がいるけど絶対君主、専制君主ではない立憲君主制だし、ね、日本もそうですと。まあ、それに対して共和制っていうのがありますね。共和制っていうのは言葉いいですか、君主がいないのが古今東西共和制です、ね。世界史だったら古代ローマなんかでも君主がいなければ、皇帝がいなければ共和制っていう、ね、そういう言葉なんだけど、まあ、ここでは近代の共和制、ね、そういう日本の天皇とかイギリスの王様みたいのがいない国、例えばアメリカ、それからフランス、ドイツ、まあ、要するに大統領が、リーダーの国ですかね。これが近代の共和制の国なんだけどもね。はい。でも、そういう国、であろうが、こっちであろうが、これかこれかは、どっちでもいいんです、ね。立憲君主制だろうが、共和制だろうが、憲法があって、ね、専制君主がいなくって、ね、ということは、君主に最終決定権はない。じゃあ、誰に最終決定権があるのかって言ったら、これですね。ね、国民に最終決定権がある政治。ね、それが国民主権です。これでわかると思いますが、主権っていうのは政治的なことを最終決定する権限のことを主権って言いますね。それが君主ではなく国民にあるから国民主権。そしてその国民の代表が集まっている機関が議会なので、ね、近代の政治のルールは国民主権、その代表が集まっている議会で、物事を決めるという議会制民主主義、ね、そのバリエーションが立憲君主制と共和制だ。これはどっちでもいいんです。
ね、ということ。とにかく国民が最終決定権があって、その代表議会が力を持つ政治だよっていうのが近代の大原則です。以上のような社会と政治、ね、身分をやめて人権の世の中にしよう、専制君主制じゃなくて、ね、議会中心の国にしようってことになった大転換ムーブメント、それを何というかっていうのがこのギザギザのところです、ね、ここに入るのが分かりますか、市民革命ですね。市民革命、ちょっと略しちゃいますが市民革命、例えばフランスのフランス革命が一番典型だし、ね、あるいはそのもっと前で言えばイギリスの立憲政治を確立させた名誉革命、それからアメリカで共和制の憲法を、ね、打ち立てたアメリカ独立革命なんかも市民革命だし、ね、日本で言えば、まあ、革命って言えるかどうか微妙なところではあるけれども、こういう世の中になるきっかけになった江戸幕府を倒した明治維新が市民革命みたいなものなのかなって捉えられればいいわけです。はい、そして次が経済です。経済はじゃあどうなったら、近代なのかって言ったら、もうこれは、はっきりしてます、ね。近代の経済をもたらすムーブメントの方を先に。ね、これが何か。それが起こると、工場制機械工業が成立し、そして、まあこれですね。近代の経済って言ったらこれですもんね。資本主義が全面的に展開することになるよって。そのきっかけになったムーブメントが、こっちが市民革命だったら、こっちが産業革命ですよね。産業革命、ちょっともう書けないけど、産業革命ってね、書いておいてください、ね、はい、これどういうことか。産業革命というのは、ね、産業がめっちゃ発展する、革命的にとか、そういう漠然とした意味じゃなくて、ちゃんと特定の意味がありますからね、とりあえず産業革命っていうのはどういうことかっていうと、産業革命直前の状態がこれ、工場制手工業、マニュファクチュアってやつですね。マニュファクチュア、工場制手工業はもう工場に従業員を集めて工場で工業はやっている、でもまだ手工業でやっている、それがこっち、工場は同じ、変化したのはここだ、機械で工業をやるようになった、工場制機械工業、要するに機械化ですね。これが、まあ、狭い意味での産業革命だっていうことです。これが起これば、手工業から機械工業になると産業革命、ね、まあ、それぞれのね、その直前である、工場制手工業マニファクチュアとか、それから、まあ、その、さらに前の形態である問い合わせっていうのが、まあ、どういうものかっていうのはそれぞれのところで、まあ、やってください、ね、でもそれがとにかく起こって工場制手工業になったらどんな世の中になるかっていうと、はい、それ以降は工場を経営して機械で大量生産をバンバンやる人たちが産業資本化ですね。産業資本化、まあ単に資本化と言ってもいいね。資本化が中心の世の中になっていき、彼らは何を要求するかっていうと、そうやってどんどん自由に工場を建てて自由に儲ける経済活動の自由をね、前面に押し立てた世の中に、しようとするわけです。さっきの人権の自由の中の一つとして、経済活動の自由を、ことのほか重視するのが資本家階級と、ね、いうことです。これはどこと対比しているかっていうと、それ以前はここ、やっぱり特権って書いてありますよね。問屋制やマニュファクチュアは確かに資本主義のプロトタイプではあるんだけれども、まだまだこの時代は特権承認が重要な時代です。ね、世界史でも特権マニュファクチュアとかね、特権的な商業資本なんていう言葉が、商業資本家なんていう言葉がね、出てくる。あるいは、そういうある連中に特権を与えて、ね、国王が経済を、に介入して産業を伸ばそうとする方針のことを世界史で重商主義ってやりましたね。で、ああいうのは特定の連中に、ね、絶対王政が特定の連中に特権を与えて行っていたのが重商主義だ。日本史の人もね、何のこっちゃ知らんがなではなくて、同じようなことが江戸時代にありました ね。江戸幕府や幕藩領主が、ね、特定の商人に、特権を与える、ね、株仲間なんていうのがありました、ね、あるいは、そういう権力が経済に介入して、産業を発展させようとする専売制なんていうのがね、ありましたよね。あれも専売制、藩とか幕府しかやっちゃダメだぞこの品物はっていうのが専売制ですからね、経済活動の自由がないわけです。それが工場制機械工業の時代になると、ね、そんなものを取っ払ってどんどん自由にやっていこうぜって、ね、っ
ていう時代になっていくんだと、ね、いうことですね。そうすると資本家がどんどん工場を経営して、はい、誰を雇うかっていうと資本家に対して労働者、さっき階級階層だと言った労働者を雇う、ね、賃金を与えて労働をさせる、こんな図を書きますよね。資本家と労働者のこの関係、ね、これのことを資本主義って言うんですよ。資本主義って今めっちゃ普通に使われてる言葉でね、じゃあ資本主義ってなんだよって言われたらちゃんと答えられるかっていう話です、ね、金が全ての世の中とか、ね、競争があるとか自由競争とかね、いろんな、まあそれも間違ってはいないですが、資本主義っていうのはとりあえずはこれですよ。資本家と労働者っていう階層がいて、こういう関係、賃金を与え労働をするという、ね、このに、まあ、言ってみれば人間関係、これが資本主義です、ね、それがこの時代にももう芽生えてるんだね。工場制手工業の時代にも工場やってて資本家が労働者雇ってんだから、ね、この時代にもう芽生えてるんだけども、それがここで機械工業の時代になるとこの言葉ですね、全面的に展開して世の中を資本主義、この関係が覆い尽くすってことになってます、ね、まあ今だってそうですよね、我々は大抵ね、雇う雇われるの関係のどっちかになって、まあ、暮らしてるわけだね。年貢を払って生きている農民なんてのは別にもういないわけですよね。資本主義が世の中の全てを覆い尽くすようになるのが近代の、ね、であり産業革命以降だということ。はい、以上こういった社会でも政治でも経済でもこういうキーワードをきちっと、ね、ビフォーアフター対比で押さえて、その上で、近現代史を見ていくとしっかり理解ができるようになるよというね、だまさに基礎土台だということですね。こういうことを重要視して、教科書なんかも、ね、読んでいくとより分かるようになるよということでした。